はい、スラムダンクです。よかったスラムダンク、まだ出してねえわ。パンフレットも買いました、スラムダンクは、めちゃめちゃ面白かったですね。すごい、マジでよかった。今年のベスト10に入るぐらいおもろかったっす。普通に泣いたし、もはや。その僕のスラムダンクの思い出で言うと、高校のね時に部室に友達が持ってきててね、読んだかなって記憶があるぐらいの感じではあったんですけど、あとまあ幼稚園の時に、アニメねやってました、それ見てたなってぐらいの記憶だったんですけど、いやでもよかった。暑いっすね。暑いし、その井上先生がね映画化すんのにその手法をめっちゃ探ってたっていうのね、わかるなというか、この 3DCG っていうねやり方じゃないともう表現しようがない映像ですよね。湘北のねこう人物をこうボールがパスされる方向にファンファンファンってこうカット割らずにこうカメラがバーって移動していくみたいなのは本当に 3DCG じゃないとできないし、集中線がこう出てたり、バスケのゴールのネットがねこうゴール入るとこうシャシャッシャシャッとこうなの漫画っぽいその演出ですね、それがあったりで、まあ、ああいうのってやっぱ 3DCG じゃないとダメだろうなと思ったりして、っていうところもなんか納得できてよかったし、すごいなんだろう、漫画とアニメと実写の全部のこの中間にあるというか、全部のまあいいところですね、これをこう凝縮したみたいな気がしてね、すげえ良かったです。あと単純に話も良かったです、はい、いや宮城あんな感じかってか、そのね主人公変わるんだっていうね。あと曲そう、オープニングバースで、あてかオープニングがむちゃくちゃ良かった、むちゃくちゃかっこよかったオープニング、ああいうねメタっぽいこの感じがねすごい好きなんですよ僕、エヴァとか好きだからすげえ好きなんですよ。なんだろう、明らかにこの制作者の手がこう加わってるっていうのがこの井上先生っぽいですよね、あそこもね。良かったですねあれ。あそうだ、音楽ね、オープニングのねバースで千葉雄介がね藤沢出身なんで、そこのつながりなのかなと思ったりね。あとそのバースでのこの昔のヤンキー感ね、はい昔のだその連載当初のいわゆるヤンキーみたいな感じのイメージに合ってましたね、バースデーの曲が。これは見てほしい、スラムダンクはマジで見てほしいっす。いや見ましょうスラムダンク、これも今年見た作品の中で忘れられない感じかな。あとあれファーストってあれどういうことなんですか、結局僕はあんま分かってないですけど、ザ・ファーストってこれまたやるんすか。またやるなら見たいですけどね、てかもう次期待値爆上がりしちゃってるから大丈夫かな。監督原作者がやるシリーズね、アキラとかありますけど、あとあれなんだっけ、エクソシストの3だっけ、あれとかもそうですけど、原作者が監督すると名作になるっていうねシリーズにまた入りましたねっていう感じがしました。